あ、もしもし。あ、突然お電話すいません。私、斉藤というものですけれども、お宅の高校のですね、生徒さんにですね、ちょっといたずら電話をされてるみたいで、で、ちょっと、フルネームがわかんなくて、大輝くんと、あと、達也くんで、多分、彼ら友達だと思うんですけども、で、学年とかちょっと分からなくて、で、ちょっと辞めるように、その学校の方から言ってほしいんですけども。あ、はい、お願いできますか。あ、もしもし。あ、私、斉藤と申します。はい。ですね、私の携帯電話に、ちょっと今、いたずら電話が結構何十回もかかってきてまして、で、多分おそらく学年とかは分からないんですけども、付属高校の生徒さんだと思うんですよ。はい。で、名前がですね、名字が分からないんですけども、達也君と大輝君っていうらしいんですね。大輝くん。大輝だと思います。はい。はい。で、多分その二人友達だと思うんですけど、まあ、友達数人で、いくつかの電話番号から、たくさんかかってきてまして、で、辞めさせてやるように、ちょっと学校側からちょっと言ってほしいんですけれども、はい。すいません、よろしくお願いします。あ、僕、ちょっと変わった職業で、YouTube で動画をアップして、で、それで、なんていうか収入を得てるものなんですよ。で、グッズの販売とかもしてるんで、プロレスラーをやってて、グッズの販売をもしてるんで、多分そこで電話番号を知ったと思うんですね。はい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 。すいません、お願いします。はい。はい。それでは失礼します。はい。ということで、昨日予告した通り、学校に電話しました。教頭先生が出てくれて、で、話を聞いてくれたんだけども、まあね、生徒に、注意してくれるそうです。まあ、これでね、もちろん退学なんかない。けれども、まあ、軽くね、お灸を据えた形になったんじゃないかなと。まあ、少なくとも柴田にもまたいたずら電話しようとは思わないでしょう。ということでね、僕は基本的にいたずら許さないので、まあ、やるんだったら本当覚悟してください。で、もしね、俺と喋りたいとか、ね、こう、なんか、俺と一緒にね、サインとかね、記念撮影とかなんかしたいって言うんだったら、俺の試合を見に来てくれよ。DDT 総選挙の、中間結果発表。柴田20位でした。48人中20位。で、これすごいことで、この総選挙って20位以内に入ってると、その DDT の本選に出場できるんだ。で、これってすごいことで、もう新日出るみたいな、そういうレベルなわけよ。だから、俺はこの20位っていう順位をキープしたいんだけど、DDT の大会まだ9月中いっぱいあるんだけどもね、俺1試合しか出ないんだわ。9月15日。で、俺はその1試合しか出ないから、そこで票を集めて順位を上げていかなきゃいけないっていう。で、結構厳しい状況にいます。だから、ちょっとね、お願いがあるんだけども、9月15日、ぜひね、僕の試合を見に来てください。18歳未満はね、例によって1000円で見れます。で、横浜で大会があるから、ちょっと俺のホームページ見て、ちょっと取り置きでも何でもしてね、僕の試合を見に来てください。はい。で、まあ見に来てくれた人とは全然俺もう試合終わった後待ってくれば話とかするし、ね、サインでもね、記念撮影でも何でも質問答えるし、だって俺そこではちゃんとした対応するから、ただね、いたずらでね、いたずら電話で柴田と触れ合おうとか思ったりは基本しないでくれ。
俺そういうやつと全くもう関わるつもりないからということで、お前らいたずらは絶対許さねえからな。柴田でした。